分身バルドゥスを撃破し、ブロンキアへの大門を開いた王国軍はついに帝国領へと足を踏み入れた。その一方で、帝国領内では自分たちの領土への侵略を図る王国軍を排斥しようといった機運が民衆の間で急速に高まり、血気盛んな若者たちを中心とした武装兵団、反パルタ勢力が形成されていった。王国軍の到来を知った反パルタの若きリーダーであるカナンとモニカは、東西2つの砦を中心に守りを固め、徹底抗戦の構えを見せていたのだった。砦があるぜ。人影もちらほらと見えるな。あれは帝国軍兵士でしょうか。なんだ、ずいぶん頼りない兵隊だな。いえ、どうやら民間人のようです。武装していますが。無理やり招集された連中か。なんだか戦いたくない相手だな。降伏勧告をしてみましょう。抵抗しなければ手出しはしないと。そうですね。帝国の民よ、抵抗しなければ手出しはしません。武器を捨ててください。侵略者が何を言うか。そっちこそ出ていかないと皇帝陛下の裁きが下るぞ。私たちは無駄な戦いはしたくありません。降伏してください。故郷が襲われてるのに尻尾巻いて逃げろってのか。自分たちの国は自分たちの手で守ってみせる。どうしても聞き入れてくれないの。王国軍、聞いたでしょ、侵略者に勝つ耳はないの。ブロンキア侵略戦争はこの手で食い止めてみせるわ。ここを通りたければ私たちを倒していきなさい。あくまで抵抗する気みたいだぜ。仕方ないわ、攻撃しましょう。そうすれば降伏してくれるかもしれない。
モニカ、ああは言ったが本当に俺たちで連中に勝てるかな。みんな実戦は初めてなんだ。うまくやれるかな。大丈夫よ、ジェノマ砦にいるカナンにも知らせは届いているはず。ここで私たちがあいつらの力をそげればなんとかなるわ。
この先にまた砦があるそうですが。姫様。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてただけ。気分悪いよな、さっきのは。あれは戦いなんてもんじゃねえよ。まるで虐殺だ。連中戦闘の経験がまるでない素人だった。これが戦争なの？そうだな。多分キリエが言いたかったのはこういうことなんだと思うぜ。王国軍、よくもモニカを。お前ら絶対に許さないぞ。あなたも抵抗するの？もうやめて、戦いたくない。今さら綺麗事を言うな。ここは俺たちが生まれ育った場所なんだ。お前たちはふるさとが侵略者に襲われて簡単に引き下がるのか？やられっぱなしでいるのか？みんなを、モニカを奪ったお前らを俺は絶対に許さない。でも降伏する気は全くないようですね。そんな、やるしかねえよ。俺たちだって負けられねえんだ。
実力ですわ。Thank you.
すまない。君の仇を撃てなかった。死ぬのが怖くないのか。切っても切ってもかかってきやがる。情報操作でもされてるのか。かもな。そっちはどうだ、まだいるか。いや、どうやらみんな死んでるみたいだ。ひでえ戦いだぜこれは。実力ですわ。帝国の空挺師団は撃退したぞ。砦の敵も殲滅した。殲滅してしまったのね。ああ、そうだ。誰も降伏しなかったからな。どっちかが倒れるまでやるしかないんだよ。そうだけど、こんなのひどすぎるわ。お前も見ただろ、あの砦の出来を。経験もない民兵たちが慌てて作ったものだった。あんなチャチな砦じゃ俺たちの攻撃を防げるわけねえんだ。もともと正規の兵士じゃねえから仕方ねえけどな。これが戦争なの。ああ、そしてお前が言った通り、もう後には引けない。覚悟を決めるしかねえんだよ。覚悟。俺たちにだって譲れないものがあるんだ。